代表的日本人、内村鑑三。役者序文。ジョン・F・ケネディがアメリカ大統領に就任した時のことです。ある日本人記者が、日本で最も尊敬する政治家は誰ですかと聞くと、ケネディ大統領は即座に上杉鷹山ですと答え、記者団を慌てさせました。記者団の誰一人として鷹山の名を知らなかったからです。上杉鷹山は破産寸前だった米沢藩を立て直した江戸時代屈指の名君ですが、一体ケネディ大統領はどのようにして鷹山を知ったのでしょうか。それは本書、内村鑑三が英語で書いた代表的日本人を読んでいたからでした。そして鷹山の中にリーダーとしてのあるべき姿を見出して強い感銘を受けていたのです。ケネディ大統領の就任演説の中に、国があなたに何をしてくれるかを問うのではなく、あなたが国に何をできるかを問うてほしいというよく知られた名台詞がありますが、これは鷹山の言葉と政治姿勢がヒントになっているとも言われています。明治時代の後半、日本を代表する3人の文化人によって欧米人向けに英語で日本を紹介する著作が相次いで書かれました。本書と新渡戸稲造の武士道、岡倉天心の茶の本です。いずれも当時欧米で大変な評判となり、今でも日本を含め世界で広く読まれている日本文化論の名著です。この3作が書かれた頃、日本はアジアの国として初めて文明国の仲間入りを果たし、世界の注目を集めていました。それでも欧米列強からは未だに低く見られ、誤解や無理解も甚だしいものがありました。それに対し、日本にもこれだけ素晴らしい文化があると欧米諸国に訴え、日本に対する理解を少しでも深めてもらおうというのが、これら3作の共通した目的でした。本書は他の2作が武士道や茶道を切り口として日本文化を真正面から論じているのに対し、5人の代表的日本人を取り上げてその生涯を紹介することによって、間接的に日本文化の良さを主張する形になっています。そのため3作の中では最もとっつきやすく、また誰もが面白く読める作品となっています。内村が選んだ代表的日本人は、西郷隆盛、上杉鷹山、二宮尊徳、中江東寿、日蓮の5人です。この5人には共通した特徴があって、それは本書にも出てくる西郷の次の有名な言葉に表れています。命もいらず名もいらず、位も金もいらない人は始末に困るものである。しかしそういう始末に困る人でなければ、患難を共にして国に大きな貢献をすることができない。つまり、無私無欲で己を捨てて他人や大義のために尽くすことのできる人物であり、その背景には志の高さ、強い信念、勇気、誠実、慈愛の心など、いつの世でもどこの国でも求められる普遍的な美質があります。本書はこれら代表的日本人についての興味深いエピソードや名言に満ちており、楽しくかつ感銘深く読めます。時折出てくる内村の愛国心に満ちた西洋文明に対してチクリと刺すような皮肉も読みどころです。内村は熱心なキリスト教徒ですので、これらの人物や日本文化に対するキリスト教徒的捉え方にも興味深いものがあります。時たまキリスト教的色眼鏡が強すぎると感じられることもありますので、それはちょっと違うんじゃないのとツッコミを入れながら読むのも一興かと思います。もちろん
面白いだけではなく、ケネディが感銘を受けたのと同じように、リーダーはどうあるべきか、人間はどう生きるべきかなどを学ぶことができます。私も本書を読み、我が身を振り返って大いに反省させられました。利己心を捨て、他人に対して誠意を尽くす。そうすることによって自分も幸せになれる。それが私が本書から学んだ最大の教訓です。面白くてためになるとは、まさにこの本のためにあるような言葉です。文庫本一冊の分量に5人分の伝記を詰め込んでいますので、食い足りなく思われるところもあるかもしれません。幸いなことに、この5人全員について作家の道門杜氏氏が小説家をされています。また西郷隆盛に関しては、司馬太郎の飛ぶが如くをはじめとして数えきれないくらい著作がありますし、他の4名についても複数の著作があります。本書を読んで興味を持たれた方は、それらの作品を手に取られるのもいいのではないでしょうか。関岡公平。日本国の友人であるフローレス・ベスト・ハリス夫人に、彼女の母国語で書く私の最後の著書となるこの小著を慎んで捧げる。内村鑑三。日本及び日本人、序文。本書に収めた文章のうち、最後の2編はすでに公になっており、他の3編も今回のために書き下ろしたものではない。それを今一つにまとめて出版するのは、こういう形で世に出すことによって、日本を代表する人物を正しく評価してもらうのに、いくらかでも役立つのではないかと考えたからである。英国の歴史家マコーレー教がかつて言った言葉の正しさを筆者は十分承知している。マコーレー教はこう言ったのだった。優れた文芸作品は、ある例外を除いて、これまで誰の手によっても書かれたことがない。その例外とは、その作品がいつの間にか何とはなしに身につけてしまった言語、つまり母国語で書かれた場合だと。それはまさにその通りだとしても、ある国のことをその国の人間が書くことにも明らかな利点がある。昨今、外国の旅人が時速40マイルのスピードで日本を見て回っては、日本についてあれこれ書いている。そんなご時世にあっては、どんなものであれ、日本原産のものも全く歓迎されないということはないであろう。自分の言いたいことを言うのに、外国の言葉を使わなくてはならないというのは、著者にとって間違っても名誉なことではない。自国語の通用する世界が狭いことを認めることになるからである。太閤秀吉は、日本語を世界の共通語にしたいという高い志を持っていたが、それは未だ実現していない。そうなる日が来るまでは、今回のような試みが必要となる機会は少なくないだろう。そういうわけで、自らの意図や目的には大いなる自信を持ちつつ、公文や同名詞の用法には全く自信がないまま、世の役に立つものをお届けしたいという一心だけで本書を世に出す次第である。航海開戦勝利の翌日に、1894年9月18日、日本の京都にて、著者記す。
改訂版箸書き。本書は13年前の日清戦争の最中に日本及び日本人という題で発表した摂著の主要部分に、友人による数多くの訂正を反映させた改訂版である。若い日ほどの熱い愛国心はもう冷めてしまったが、とはいえ日本人にも優れた点がたくさんあり、それに対して目を閉ざしていることもできない。それに日本は今でも私の祖国であり、我が祈り、我が望み、我が働きを惜しみなく捧げるただ一つの国であることに変わりはない。盲目的な忠誠心や血塗られた愛国心が日本人の特性だと言われがちだが、そうではない美点も日本人にはある。そういったものを日本人以外の人たちにも知ってもらいたい。それが本書の、私が外国語で書く最後の書物となるはずのこの本の目的である。1908年1月8日東京近郊の柏木にて、内村鑑三。